さあ続いてチェルノワ、ロンダードから入って後方伸身宙返り、これは後半の大きさありますね。はい、チェルノワ選手も3種目あたりから本来の力を発揮するようになりました。はい、それは1人しか来てませんからね、1人が失敗してしまったらもうどうしようもありませんね。チェルノワの2回目です。ロンダードから、まあ、だいたい1回目と同じような演技ですね。はい、チェルノワの1回目は 9.50、はい、なおコッポバー選手の跳馬は 9.35、 1回目が採用されています。